市川よしみ8月28日隊は、日本の実業家、馬主、大阪府出身。実業家としては、大阪市に本社を置く、株式会社ピサダイヤモンド、代表取締役会長で、大阪市に本店を置くバーゼル宝石代表。また、日本中央競馬会に登録されている馬主であり、現在阪神馬主協会の常務理事を務める。勝負服は白。 青縦島、赤袖青一本林、冠無理名は、ピサ、ピサノ、バーゼルなどであるが使用しない、所有場もいる。冠無理名は、自社の会社名から取ったものだが、もともとは、ピサ、ピサノは、取引先の宝飾卸し店の名前、バーゼルは、スイスのバーゼル市に由来しているという。JR 駅首、藤田真嗣が、自身の結婚10周年を機に、 藤田の妻向けにピサダイヤモンドに20から30万円相当のダイヤモンドを注文した際に、市川は藤田の注文した価値以上のダイヤモンドを作成し、なおかつ藤田に対してダイヤモンドの値段の支払いを全額免除した。これに、藤田は注文したものなので無料で受け取るわけには、と恐縮したものの、市川は恩返しの意味で、藤田くん、うちの馬に、 いつも乗ってくれている、ご礼です。今後ともうちの馬に乗っていただくだけで十分ですからと、断り、妻の結婚記念日までにダイヤモンドを進呈した。ありがとうございます。